最近のこのトレンドワード、皆さんご存知ですか？静かな退職。仕事への熱意を持たず、必要最低限の業務のみをこなす、そんな働き方を選ぶ人が実は今 60% もいるというんです。20代の会社員エリさんもその一人。仕事は出来上がってサボった方が勝ちだなって思ってます。頑張ったとしてもお給料が変わらない。社会人3年目の彼女、新入社員の頃から日々あの手この手を使ってサボっていたそうで、本当にひどい時はなんか売ってる感出してカチャカチャってやったら消して、カチャカチャってやったら消してみたいな。電話の時とかも今作業してますから出してお電話取らないみたいな。トイレ行ったりとかしてサボ出てきたって息切れ忙しいのかなみたいな。そんなエリさん、実は入社して数ヶ月で給食届を提出。現在も給食真っ最中。その訳は、仕事続けられないなと思ってたんで、会社の制度を使い尽くそう。病院行って請求書を書いて診断書をもらって提出して、どうですね、今は会社に全く行ってないんですけれど、給料の8割を支給してもらっている形です。調子が悪くは全くなかったにもかかわらず、診断書をもらえてしまったそうで、制度をハックし不労所得をゲット。でもそんなことをしてクビにならないのでしょうか？クビにできないんじゃないですか、多分。一応会社側が原因で病気にさせたっていうあれもあると思うので、働かないでお金がもらえる、本当にラッキーって感じで。エリさんはちょっと特殊なケースですが、実際企業が社員をクビにするのはとっても難しいのです。労働契約法第16条、解雇は客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする。この客観的に合理的な理由というものがくせ者。全く働く気のない社員であっても解雇するのは難しく、経営側にとって高い壁になっていると専門家は指摘します。実際入れてしまうと、その解雇のっていうのはものすごくやっぱりハードル高い。裁判になるともうほぼほぼ負けるぐらいに思っといていただいていい。やっぱりだから入り口でどうしても絞らざるを得ないっていうことですね。一度正社員にしてしまったら簡単にはクビにできない。だからこそ採用が大事。とはいえ、採用時点でどんな人かを見抜くのは至難の業では。ということで、今夜はズバリ採用してはいけない人の見極め方について考えます。ひろゆきさん、どう見ましたか？まあ、でもやる気がないのは当たり前だと思うんですよね。まあ、普通そのなんかアルバイトとかで始めて社会で仕事始めると思うんですけども、基本的にはこういかに楽して時給をもらうかっていうだけで、その会社とかがどうなると知ったこっちゃないじゃないですか。でそれが20代とかも考えが突然変わるわけではないので、基本的にはやる気のないやつらに、じゃあそのやる気がない中でどうやってパフォーマンスを出して会社の利益に貢献してもらうかっていう仕組みを会社側がどう作るかの話だと思うんですよね。うれしそうに話してますけど、ひろゆきさんはどうなの？ひろゆきさんはどうなの？そういう仕事。だから僕基本的次はもうあの給食とかで、あのもうその8割給料もらいまくる方が正しいと思ってるので。そうか。なのであのこう嫌だったらこう吸い尽くして幸せに生きた方がいいんじゃないのっていうふうに思ってます。まあ、楽しそうですもんね。転々と旅行しながら今もドイツからこう出て喋ってる。別にダラダラと。そう思って。一応会社の役員もやってるんで、会社経営側から行くと、あの給料低い方がいいと思ってるんですよね。ああ、その高い給料を出してて働かないと、やっぱりその給料出してる側って腹が立つと思うんですよ。
でうちめちゃめちゃ給料安いんで、はい、あのなんかサボってても、まあ、そんなもんだよね、こんな会社で働いて給料安いんだもんっていうふうに思うので、うん、なんかその出し入れ側もあんまりそのなんか働かなくても気にならないんですよね。はい、まあ、ですからね、実際のところどのぐらいこうやりがいを持ってバリバリ働いている人がいるのか、そうじゃない人たちもたくさんいるかもしれないということね、まあ、採用する側の立場からも、ね、考えていければというふうに思います。ではゲストをご紹介してまいります。まずはですね、 VTR にご出演いただいた方とはまた別の方ですけれども、同じくですね、静かな退職を実行中だというどうしても働きたくないさんです。そういうアカウント名なのでそのまま呼ばせていただきます。働きたくないさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続きまして、そんなやる気のないですね、若手社員を解雇できずに困っているという美容サロンの社長でいらっしゃいます山木翔さんです。山木さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。お願いします。そしてもう一方、こちらですね、VTR にもありましたけれども、小さな会社の採用、お金をかけなくてもここまでできるという本をお書きになりました、面接や採用事情に詳しいキャリアカウンセラーでいらっしゃいます中谷光弘さんです。中谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、こんばんは、ありがとうございます。山木さん、はい、そうした、まあ、やる気のない、若い社員に悩まされているということですけども、はい、具体的にどういったことがあるんでしょうか。はい、うちの社員のケースでいうと、はい、あのコミュニケーションかなり難がある方で、はい、あのまあ、もちろんお客様にも対してもそうなんですけど、うん、スタッフに挨拶できないだったりとか、はい、例えばもう本当最低ラインのレベルなんですけど目を合わせて会話できないだったりとか、はい、そういった結構パーソナリティな、あ、そうですか、人間性の結構その、うん、問題がある、うん、ありますね。今ね7店舗70人ほどということだ、はい、もう規模もだんだん大きくなってというところあると思うんですけども、はい、採用の段階でこう分からないのかなとかと思ったりもするので、うん、どういうふうに考えたらいいですかね。正直、最初の段階で、正直人手不足だったんですよね、うん、なのでうちみたいな中小の企業って、まあ、正直とりあえず誰でもいいから稼げる人材をという感じで、あんまりこの最初の入り口でしっかり精査しなかったっていうのはあります、うん、はい、まあ、それがあって、まあ、今ではかなりしっかり入り口で、はいはい、採用をちゃんと仕組みを作ってる形になるんですけど、うんうん、はい、そのやる気のないと思われるスタッフに対してはどういう対応されてるわけですか。やる気のないスタッフに対応ですか、うんうん、直接的な対応もちろんいろいろ試してはいるんですけど、効果的なものはやっぱり今までなかったですね、うん、実際一時的に改善はできるんですけど、うん、本質は変わらないです。そうか、そうなってしまうと結構難しいかな、うん、っていうことなんですね。ひろゆきさん、どうぞ。なんかその勤務規定にこういった場合にはじゃあその減給しますっていう形でひたすら減給し続ければ自動的に辞めてくれると思いますけど、あ、給料下げて、年間 5% 以上は減給できないですけど、はい、だん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 下げていくとマックスずつ下げ どうですか。はい、うん、宮崎さん、どう思いますか。給料下げていく、給料下げる、うんうん、割と、その方向性だと、うん、他の社員さんにも結構影響を与えてしまうので、うんうん、個人的にはやらないかったですね。どういう影響が、まあ、そうすると多分その具体的に悪いと言われる行為が会社の中で行われるその商業行為の中でそこまで悪いことではないっていうことになっちゃうんですよ。要するにその挨拶をしなさいがルールになってなくて、それはじゃあマナーだよねだったらマナー守らなくてもクビにはならないんですよ。なので業務としてこれが必要ですっていうルールにして、ルールが守れないんだったらペナルティーですっていう形にしない限りそれはクビにできないのは当たり前だと思うんですよね。なのでクビにしたいのであればやっぱりルールとしてそこは明確にするべきじゃないかなと思うんですけど、うん、山木さん、どうですか。それは間違いないです、はい、その意味ではね、先に採用の話を聞いておきたいと思います、中井さん、この、まあ、面接における魔法の聞き方があるというふうに聞いております、はい、そこをご説明いただけますでしょうか。はい、まあ、魔法かどうかはあれなんですけど、はい、面接で、まあ、前提としてなかなか面接だけで見抜くっていうのは難しいんですけど、はい、ありていのその質問をするとやっぱりこう見抜けないのかなというところですね。で、この3つですね、まあ良かれと思った行動で周り迷惑をかけたっていう、これやっぱりちょっと自分でこれいいと思ったのになんか周り迷惑かけてるっていうところ、これちょっとまあズバリね、あんた周りに迷惑かけてないみたいな質問はちょっとなかなか答えづらいと思いますけど、ちょっと遠回りしてこうやって聞いてあげると、まあ、本音が出やすいのかなというところでございます。でここもまあ
全部3つとも共通するんですが、そこの経験を聞いただけでダメで、やっぱ深掘りして、なんでそうなのか、どういう要因があったのかっていうのはやっぱ深掘りしていくと、その人の人格なり行動特性が見えてくるのかなというふうに思います。で、2番目もそうですね、ライスケールって、よくあるんですけど、今まで人生において嘘をついたことは一度もないみたいなのは、それ嘘だよねって話になるのと一緒で、まあ職場の人間関係で何か不平不満に思ったこと少しでもあるよねっていうところを聞いていただく、それもまあ先ほど深掘りしていただいて、その要因は何だったのか、それがまあ御社にとって合ってるのか合ってないのか、資産のことなのかっていうところを見抜いていく。で、最後ですけども、周りからどういう人、まあこれはよく自己分析って自分のことは言うんだけども、周りからどういう評価を受けているっていうことをしっかり聞いてみて、自分の認識がまたそこも深掘りしていただいて、果たしてその人の、パーソナリティなり合ってるか、面接全体通して聞いてる話とちょっと違うよねっていうところを見ていくっていう、この3つを、挙げさせていただいております。はい、ですからその中でどうぞ、採用として、ね、見抜くべきところですけど、人や環境のせいにする傾向が あるかどうか、そこが大事なポイントじゃないかと、ここの解説だけお願いします。あ、そうですね、今の3つの質問ですけど、やっぱりこうモンスター化社員、モンスター社員っていうことで、組織事業体とすると同じ方向に行くべきメンバーを集めてるわけで、やっぱりそれを逆の方向で足を引っ張るとかっていう人はやっぱり牽引師なのかなということで、そうするとやっぱり多責な傾向がやっぱ見受けられるということがあるというふうに判断しています。これ中谷さんに聞きたいんですけど、なんかもちろんこの採用面接でより良い人を選ぼうっていうのはもちろんあると思うんですけど、それ以上に採用の時にどういう条件を提示するかとか、何の規定を破ったらうちの会社では評価されない、評価が下がるとか、場合によっては退社をしていただくっていうような、むしろこのルール設計の方が実は重要なんじゃないかと思うんですけど、中谷さんどう考えられますか？おっしゃる通りです。うちの会社は何を重視しているかとか、そういう、こちらの本にもさっきご紹介した本に書いてるんですけど、いい人取ろうと思えば最低限その同業種、同業界、同職種、同じ地域の賃金をある程度貯めとないとなかなか人って集まらないですよねって、まず大前提があります。で、その上でうちの会社はこういうことを大事にしているだとか、こういうことやっちゃダメよっていうのはやっぱり明文化して伝えていくべきだと思います。そうしないとやっぱりミスマッチはやっぱり起こってくるのかなというふうに私は考えます。はい、ひろゆきさんどうぞ。いや、なんかその会社の目的とか方向性とかやってる事業って変わるので、割と勤務規定ってそこはドライにふわっとした方がよくて、その業務改善命令が出た場合に改善をされない場合はペナルティーですよみたいな書き方をすると、割とそこってふわっといけるんですよ。で、そこら辺 その法律に触れないけども、こういう時にこの武器使えますよみたいなのって社労士さんとかに相談すると結構きちんとした条文考えてくれたりするので、なのでクビにしたい社員がいた時にクビにしやすい勤務規定を作ってくださいってお金を払って頼むとやってくれるのでさっさとお金払った方がいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。この議論がまさに日本の今のいわゆる解雇規制が生み出している議論なんですよね。つまり正社員で今まで通りの終身雇用型で正社員として採用すると、何があってもやっぱり退出していただくことができないと、そうするとやっぱり非正規から始めようじゃないかと、こういうことになって非正規が増えていくということも起こるし、先ほどの働きたくないさんに話があったように、いや実は転職したらもっと能力を生かせる場所で、ブラックじゃなくてお給料もちゃんと上がる、残業代が出るところってたくさんあるんですよ。だけどその情報が届かないまま、なんとなくそこにいることが前提の中でどうやってハックしようかと、こういう考え方になっている。なのでこの8月末にですね、ジョブ型雇用のガイドラインっていうのを記者政権ちゃんと仕事してるので出します。で、そうするとこれはジョブ型雇用っていうのはちゃんと求める能力とかポジションとかって明確にして、でただしそれに能力が発揮できなかった時はまず会社の責任として別のポジションはどうかとか改善するプログラムをしっかりやると、でもそれでも難しかった場合はやっぱり退出をしていただく、こういう運用が行われるようなやり方とガイドラインを出すので、これも全く今までちょっと違う日本の労働市場が出来上がってきますから、
まあ、その方がですねやっぱり難しいと思ってる人があったとしても結局その、はい、裁判所の方でその解雇の4要件を満たしてないと、はい解雇無効ってなっちゃうので、やっぱり法律変えない限り裁判所は考え変えないんじゃないですか。まず一つですね、これは最終的に私法律変えたいと思ってるんですけど、すでにですね、実はジョブ型雇用で日本で20社事例を今回出すんですけども、そこはすでにこれで運用して実際にちゃんと丁寧にやられて、難しくなった場合はやっぱり対処をしていただいてるというのは運用されてます。なので、あの実際運用できるんですね。ただしこれは人事側のノウハウが非常に必要。それって要はその辞めた人が裁判をやらないと分かんないじゃないですか。要するにまともな会社でまともな人が働いて辞めるんだったら問題起きないけど、やべえモンスター社員がいた時にクビにしたけど解雇無効って言われるっていうのが怖いよねっていうのが今の日本なので。あ、そうです。なので今回ガイドラインで出すのはですね、実際にそれをやられて、あの訴訟も起こってるけど対応できている会社さんなんですね。でそれを乗り越えるやっぱりやり方っていうのはあるんです。ただ相当やっぱりちゃんと復活できる、あの再生できるですね、プログラムを提供したりとか対応してるっていうことが前提なので、まさにさっき の, あの言葉が書いてありましたよね、あの合理的な理由ではない場合のパターンっていうのをちゃんと合理的な理由になるようになると、判断できるまでちゃんとやるっていうことをやられている。はい、ありがとうございます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。